こんにちは。やっほー、見れますか。こんにちは。ハロー、皆さんのコメントを待ちます。あ、見れます。こんにちは。あ、かわいいですか。嬉しい。これみなさん、お、1000人くらい見てくれてますね。こんばんはか。お、ゆあちゃんの作る服楽しみ、ありがとうございます。ハロー。もうちょっと、じゃあこんぐらいでいいか。はい。あ、ワンピが特に可愛かったです、ありがとうございます。はい、今ストーリーにも、あの、私のアパレルブランドの公式サイトが、あの、できましたので URL を貼りました。そこから今日の8時から、夜の8時から先行予約が始まります。私が今着ている服もユアーズの服です。白、これはこうボックスロゴのロング T シャツになります。じゃーん、かわいいです。袖に文字も入ってます。ユアーズ、こっちもユアーズ、可愛いです。他にもね、この他にも色があって3色展開なんですけど、生地は薄いのかな、春先でも、今でも中に、上に来たら全然、今私は中にヒートテック着てます。そんな薄い感じはしないかも、普通のロンティーの厚さ。ちょっと色持ってきます。他にこの黒とピンクもあります。じゃーん、こんにちは。2000人ぐらいの方が見てくれてますね。ピンク、ピンク良いね。そう、これは女の子におすすめ。ピンク、ピンクにピンクなので結構可愛い感じです。関係ないけど前髪可愛い、ちょっと短いんですよね。黒は男性に着ていただけるかなと思います。黒オレンジ可愛いです。男女兼用、そうです。これはユニセックスなので、サイズも S と M があって、私が着てるのは S です。ピンク、じゃーん。ゆあちゃんは黒に合う。本当？黒のイメージがある。黒、結構黒だとかっこいい感じになるのかな。もうちょっと全体を見えるようにします。こんな感じ。あ、いい感じ。私はこれを1枚で着て、なんかワンピースっぽくしてます。なんか女の子はこうやって着たら可愛いかも。どっちが好き？個人的には結構ピンクが好きなんですけど、でもこれだと甘いから、なんか黒とかも普段自分では選ばないからいいと思います。黒も着たい。白は無難ですね。こんな感じ。これ S サイズです。見えますか？みんな何色がいいんですか？
黒。157センチは S でもワンピースっぽくなりますか？私が159ぐらいなんで、多分全然ワンピースっぽくなると思います。もしもうちょっと私より身長が大きい方は、もしかしたら M サイズの方がこうやって大きく切るんだったらいいかもしれない。じゃんじゃん、かわいい。これはもう春先、春まで着れますね。こんな感じです。今日の8時に予約していただくと、これは3月に発送になるみたいなので、3月には来ていただけると思います。はい、今日はこんな感じで商品の紹介を私が実際に着てしていきたいと思います。他にもね、いっぱい商品あるので、着替えたりして皆さんに分かりやすいように見せられたらなと思います。早く着たい、嬉しい、早く皆さんに着てほしいです。じゃんね、よわず。皆さんは何色がいいですか？ジャパネット三上です。何色好き？ピンク欲しい。女の子はピンクかな。メンズは黒かな。白もでもピンクも逆にいいかも。あ、ピンク、ピンク人気ですね。男性は M サイズを選んだ方がいいと思います。こんな感じ。じゃあそろそろ、お、黒買う、嬉しい、似合うと思います。黒、じゃあ黒、ピンク、白。丈は私が159センチで身長がこれぐらいです。一応今ショーパン履いてますけど、履いた方がいいと思います。でもワンピースみたいに着れる。袖もちょっと長めで可愛いです。はい、文字なんて書いてあるんですか？それはまあ見てください。黒オレンジが良さげ、びっくりした。じゃあ次の商品を着替えてきますね。ちょっと待っててください。ちょっと待ってね。じゃーん、上からちょっとよいしょ、こんな感じで。もこれ出てますね、下のワンピーが。これで、ね、後ろも可愛いです。これはなんか、まあ、よくね、メッセージアプリでありますけど、お、可愛い、お、嬉しい。じゃん、こんなとこにメッセージのねプリントもあります。これは黒に黄色のトレーナーです。これも結構伸ばしたら長いですね、これぐらい。自分のと推しの分を買います。嬉しい、推しの方にぜひプレゼントしてください。黒です、これかわいい。これ今ちょっと中にロンティー着てるから見えるけど、これはサイズは S、 私はこれ S です。S サイズ、 S でも結構大きめに着れますね。なんかあんまりぴったり着るより大きめに着た方が可愛いと思います。こんな感じ。あれ、コメントが見えない。
持ってる？見れる？